こんにちは、サドラです。今回は毎週恒例になっているんですが、週が変わりましたので、モンスターハンターナウで今週やるべきことを7つにまとめてご紹介をさせていただこうかなと思います。<music> まずはじめにこちらですね、残りイベント期間まとめっていうことで、今週対象のイベントと今後開催予定のイベントについて触れていくんですが、まず今週対象のイベントは4つあります。で、まず1つ目が、モンハンナける綾瀬さんのコラボイベントですね。 ま、これはもうずっとやっているんですが、2025年の1月7日まで開催されていまして、限定のミッションがリリースされて、クリアすることで限定の重ね着がもらえますよっていうイベントが1月の7日まで開催されています。で、続きまして、ヘビーボーガン特訓クエストですね。これは11月の末まで開催されていまして、まあ、内容としてはヘビーボーガンをね、使う系のミッションになっているんですが、クリアすることで、イベント限定のね、ヘビーボーガンを作れるチケットがもらえるんですけども、まあ、これで作れる ヘビーボウガンはそんなに強くないのでまあ急ぎでねクリアする必要性はないかなと思いますで3つ目が TGS 機でモンハンワイルズ重ね着クエストですねこちらが11月の10日まで行われていましてまあ、内容としては限定のミッションが出てきてクリアすることで限定の重ね着がね もらえますよってイベントがリリースされています。で、この上の3つに関しては、まあ、期間も長いですし、ミッションクリアするだけなので、まあ、そんなにね、気にしなくていいんですけども、今週メインになってくるのがこちらですね。ハロウィンイベントになりまして、これが今週の月曜日から10月末まで開催されています。で、イベントの内容としては前半と後半ですね。まあ、前半のイベントは最初から最後まで行われて、後半が金曜日から追加されるんですけども、まず前半の内容としてはロリポップキャンディの最 来週や大型モンスターの討伐などクエストをクリアするとジャックオーヘッドの生産強化に必要なパンプキンチケットとデスペレーションですね流、まあ、属性のタッチの生産強化に必要な怪しげなチケットを獲得可能となっていますで期間中はクルルクとアケノシルムのね出現率が上昇してフィールドに出現する全てのクルル役がカボチャのような岩を持ちますよっていうのと フィールド上に出現するクルリアックからはパンプキンチケットと怪しげなチケット。アケノシルムからは怪しげなチケットのみが獲得可能となっています。で、これはもともと発表されていなかったんですが、後日ね、追加で発表された内容で、イベント中は出現密度がね、増加してくれていますので、まあ、モンスターもかなり借りやすい期間になっていますね。 で、後半に開催されるのが25日金曜日からなんですが、ゴーストバルーンの生産強化に必要な、まあ、ゴーストバルーンチケットがね、獲得可能になるのが金曜日からですね。 で、これに関しては、パオルムアシュとマガイマガドの出現率が上昇しまして、フィールド上に出現するパオルムアシュとマガイマガドからゴーストバルンチケットをね、獲得可能となっていますので、これが金曜日から始まる内容ですね。っていう、まあ、ハロウィンイベントが今週は対象となっています。で、今後のイベントに関しては、現状発表されているのがこちらのグローバルイベントとなっていまして、まあ、これはフィールドにね、リオレイアー種、リオレイス希少種が出てきますよっていうのと、あと、ネルギガンテがね、借れるようになりますよっていうのであったり、またあとは限定のね、ミッション、 が出てきたりりとか限定の装装備備ですすねカーニバル装備も作れるようになりますあとは、大型モンスターの再出現までの時間が30分になるのとアクセス範囲が1.5倍になります。あとは、古竜迎撃戦および大連続試合の待ち時間がなくなってまあ、何回でもね遊べるようになりますよっていうのが。 11月の2日3日ですね。で、開催されるイベントとなっています。で、この古流迎撃戦に関しては注意していただきたいのが、クシャルダウラとテオテスカトルはこの期間中出なくなりまして、ネルギガンテのみのね、古流迎撃戦となりますので、そこはね、注意をしていただければなって感じですね。まあ、クシャルダウラをね、たくさん借りたいから、このグローバルチケット遊ぶっていうのは意味がないので、あくまでネルギガンテのみになるっていうのは注意点ですね。っていう以上が、今週対象のイベントと、今後開催予定のイベントになっていまして、 ま、以上のことを含めて、今週やるべきことを7つお話ししていくんですが、まず1つ目は、このモンハンナー×アヤセさんのコラボイベント、ヘビーボーガンのクエスト、モンハンワイルズの重ね着クエストと、ハロウィンイベントですね。 この4つの期間限定のミッションっていうのを優先的にね、クリアしていただいたがいいかなと思います。まあ、特に期間が一番短いのはこのハロウィンイベントになっていますので、このミッションがまだ終わっていない方は最優先でね、クリアしていただければなっていうのと、ここの新しく実装されたジャックオーヘッドをですね、これはパンプキンチケットが最大強化まで70枚要求されます。 デスペレーションに関しては30枚ね要求されまして、ミッションクリアすることでそれぞれのチケットは25枚ね入手することができますので、まあ、ミッションさえクリアしてしまえば特にデスペレーションだけね作りたいっていう方は、 プラスで5枚ね、クルルヤックもしくはアケノシルムからドロップすれば必要チケットを集めることができますので、そういった面でもね、ミッションはしっかりクリアをしていただいたがいいかなと思います。続きまして2つ目ですね。2つ目は、このハロウィンイベントを使って白色の漂流石を中心に漂移連成をね、進めていただいたがいいかなと思います。っていうのも、現在であれば、こちらのクルルヤックが白色の石、アケノシルムが赤色の石なので、まあ、白と赤がね、連成しやすい期間になっていまして、 後半が今週の金曜日から始まるんですけども、これに関しては、パオルムアシュが青色、マガイマガドが白色っていうことで、 対象モンスターが白色が2体ね、ピックされるんですよね。なので、まあ、特に白色の連成がね、進めやすい期間になるっていうのと、さらにイベント中、密度もね、上がってくれていますので、漂流石集めがね、かなりやりやすい期間になるのかなと思います。まあ、あとはクレルリアクトがアケノシルム倒していくとチケットがね、集まりますので、まあ、デスペレーションは怪しげなチケットが30枚、ジャックオヘッドはま、70枚です。でも、まあ、こっちを作る方はあまりいらっしゃらないと思うんですが、まあ、デスペレーション強化予定の方は30枚まではね、ストックをしておくようにしておい。 いただけるといいかなと思います 続きまして三つ目なんですが、三つ目はこちらのグローバルイベントに向けて水属性と雷属性の強化っていうのをね、進めていただけるといいかなと思います。まあ、っていうのも、このネルギガンテに関しては雷属性弱点ですね。まあ一応ね、属性補正がないので、そこはね、気をつけていただきたいんですけど、リオレイア気象種は雷、リオレイス気象種は水属性が弱点となっていまして、この三体ともですね、通常であればアシとか通常モンスターは星6まで枯れれば全部の素材を回収できるんです けどネルギガンテも星8リオレイヤ気象種リオレイス気象種も星8からしか落ちないレア6のねこういう素材がありますのでまあ、せめて星8ぐらいはね安定して倒せるぐらい属性武器とかね強化を進めておいていただけるといいかなと思いますで続きまして4つ目ですね4つ目は火属性流属性毒属性のね武器の強化っていうのは止めていただいたがいいかなと思いますまあ、これに関してもネルギガンテが流属性ですね リオレイア希少種が独属性、リオレース希少種が非属性でかなりね、強い武器を作ることができますし、 さらに、属性の装備に関しても、今回、リオレース希少種の快進撃属性でね、かなり装備が変わりますので、まあ、属性装備の練成とかもね、まあ、リオレース希少種とかを渋谷イベント遊んでて作れてる方は、そっちの練成とかはね、進めていただいていいと思うんですけども、まあ、そういったのがない方は、装備がね、更新される方が多いと思いますので、そういったのも見据えて、まあ、このネルギガンテリオレイヤー気象リオレース希少種の実装で使わなくなる装備の強化っていうのはね、止めていただいた方がいいかなと思います。で、続きまして、 で5つ目なんですが5つ目はリオレイスアッシュとリオレイヤーアッシュの素材あとは火炎層ドクティングだけ小型素材などのねストックっていうのをしっかりしておいていただけるといいかなと思いますっていうのもこのネルギガンテはネルギガンテの素材しか使わないんですけどリオレイヤー希少子はドクティングだけであったりリオレイヤーアッシュの素材ですねリオレイス希少子はリオレイスアッシュの素材とまあ、火炎層とかをね 強化で使っていきますので、まあそのあたりとか、あと小型の爪とか革ですね。そういった共通素材に関しては、しっかりね、このグローバルイベントに向けてストックをしておいていただけるといいかなと思います。で続きまして6つ目ですね。6つ目は、これは渋谷イベントに参加した方向けになるんですけども、まあこちらのグローバルイベントでもね、作ることができるカーニバル装備ですね。これの強化っていうので、したいやつがある場合は早めにね、 強化をしておいていただいたがいいかなと思います。まあっていうのも、こちらのカーニバル装備、まあ武器も防御もなんですけども、 これがグローバルイベントが終了する11月の3日までは必要素材が軽減されています。なので、まあ、グレード8まで上げるのに、まあ、イベントチケットと2000銭ぐらいしかね、使わなくてグレード8まで強化できるようになっていまして、それが終わると必要素材がね、増加するってことが発表されていますので、渋谷イベント遊んでいた方は前もって強化しておいたりとか、まあ、グローバルイベント参加する方も優先的にね、カーニバル装備の強化っていうのは進めていただいたがいいかなと思います。で、最後7つ目。 ですね、7つ目はこちらの課金パックの検討になっていきますで。これに関しては今回の課金パックが11月の2日でね、販売終了ということになっていまして、まあ、この、ね、課金パックどれがお得かとかいくらお得なのかは過去にこちらの動画でね、解説をさせていただいているのでそっちをね、見ていただきたいんですけども注意していただきたいのがこれ11月の2日までね、販売されるんですよ。ということはグローバルイベントが始まる直前までね、販売されているパックになりまして、 可能性として考えられるのが、まあ、入れ替わりでグローバルイベントの課金パックとかがね、販売される可能性もあります。まあ、逆に言うと、販売されない可能性もありますので、まあ、特に今回の課金パックに関しては、ジェムをね、貯めるのであれば、まあ、何回でも買えるね、ハぎ取りナイフが付いているパックとかも売られていますので、 こういったので、たくさんジェムを補充しようかなっていうふうに思っている方は、まあ、グローバルイベントの課金パックが出るかどうかっていう情報がね、出てくるまでは、まとめて買うっていうのは控えていただいて、まあ、もしね、出てくればそれと比較してどっちを買おうかなっていうので、まとめ買いをね。 していただいていいかなと思いますし、まあ、そもそも販売されなければね、ジェムの補充方法がこっちになってきますので、まあ、そういったのも踏まえて、急いでね、買う必要はないかなと思うので、まあ、おそらくね、グローバルイベントに一週間前には情報が全部出てくると思いますので、そういったのも踏まえてね、課金パックどうするかとか、そういったらね、検討していただけるといいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからももう半なうの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ